千く重巡洋艦。千くは、大日本帝国海軍の重巡洋艦。利根型重巡洋艦、二等巡洋艦、利根型の二番艦。その艦名は、千く川、千く川、品野川の上流部にちなんで命名された。この名を持つ、帝国海軍の艦船としては、千く型防護巡洋艦一番艦千くに続いて二隻目。ちくは、 真珠湾攻撃やミッドウェイ海戦など、太平洋戦争の重要な戦闘に参加し、霊機海戦で沈没した。関内神社は、千馬神社である。官名は、海上自衛隊の護衛艦に継承された。トネ型二隻、トネ、千馬はいずれも、三菱重工業長崎造船所にて建造された。当初は15.5センチメートル3連装砲塔を、搭載予定であった。 軍縮条約脱退により20センチメートル連装砲塔4機を全甲板に集中させた航空巡洋となったが書類上は二等巡洋艦、軽巡洋艦である。ちくまは1935年、昭和10年9月28日に命名。同時に、朝潮型駆逐艦2隻、3番艦満潮、4番艦、荒潮も命名されている。3隻、ちく満潮、 荒潮は、同日府で、官邸類別等級表に登録された。命名直後の10月1日、千くは寄港。1938年、昭和13年3月19日、浸水。千く浸水後の3月29日、本艦を建造した仙台では、大和型戦艦2番艦武蔵の建造が始まった。5月18日、日本海軍は、 ちくまと共に建造中のト根型一番官、ト根偽装委員長、龍崎留吉大佐を、ちくま偽装委員長に任命。龍崎は、ト根型二席、ト根、ちくま偽装委員長を兼務する。5月19日、ちくま偽装委員事務所で事務が始まる。11月1日、龍崎大佐、ト根、ちくま偽装委員長は、敷島型船館二番官、 当時工作官朝日特務官長に任命される。軍令部下、長原奏恵三大佐が、都根偽装委員長に捕食。両高型重巡洋艦四番艦羽黒艦長、友成斎一郎大佐が、羽黒艦長と地熊偽装委員長を兼務することになった。11月20日、三菱長崎造船所で一番艦都根が竣工する。12月10日、友成大佐、羽黒艦長、 ちく偽装委員長は、ちく偽装委員長との兼職を説かれ、西尾秀彦大佐が、ちく偽装委員長に任命される。12月20日、西尾大佐は、ちく偽装委員長と、知床型給油艦4番艦札特務艦長の兼務を命じられる。1939年、昭和14年1月28日、水上規模艦の塗料艦長、栗島修行大佐が、 佐田特務官庁を兼務することになり、西尾大佐の職務は、千馬偽装委員長のみに戻った。5月20日、千馬は就役した。同日府で偽装委員事務所を撤去。西尾秀彦偽装委員長は正式に、千馬官庁、初代となる。横須賀鎮守布石。千馬春光と同時期、最長型巡洋艦の15.5センチメートル3。 連装砲塔を20センチメートル連装砲塔に交換することになり、これに伴い、日本海軍は最上型巡洋艦で編成されていた第7戦隊を解体。第7戦隊司令官、清水照美少将は5月20日府で、トネ型2席、トネ、地区まで新編された第6戦隊司令官に捕食される。清水司令官は第6戦隊機関を離婚に指定した。 7月下旬、第6戦隊、とね、ちくまは、舞鶴港に初入港。舞鶴に帰港するときは、関西機を、栗田水上気基地に預けることになった。10月10日、ちくま水雷町、神田武雄少佐は、第4艦隊副艦に捕食。後日、神田は、駆逐艦樹を長、野分け艦長等を歴任。10月20日、西尾、ちくま館長は、クレチンジュ夫婦となり、 11月15日府で、呉海軍交渉総務部長、原奏江三大佐、戸根艦長が、戸根艦長と千熊艦長を兼務する。11月15日、第6戦隊司令官は、清水照美少将から大井上少将に交代。第6戦隊は、古高型重巡洋艦と、青葉型重巡洋艦で再編される。軽巡洋艦で編成されていた、9代8戦隊は解散。 トネ型2隻、トネ、ちくまは再編された第8戦隊に移動し、第8戦隊司令官には、後藤英治少将、前職、第2水雷戦隊司令官が任命される。第8戦隊機関は離婚に指定。同日府で現大佐、トネ艦長及び、ちくま艦長は、戦艦山城艦長に展示、大西新三大佐が、トネ艦長に、旅順要項部参謀長。 橋本慎太郎大佐が、千駒官長に、それぞれ補職。千駒の幹部も交代し、駆逐艦白雲水雷町、東吉大,大尉が、千駒水雷町に、後日、駆逐艦長派艦長、不相分隊長、千葉屋正隆大尉も千駒分隊長に任命された。12月1日、トネガタ二席、利根、千駒は、前鶴陳寿府に転席する。トネガタ二席、利根。 千くは、舞鶴市民にとって、親しみのある軍艦となった。舞鶴鎮樹府には、トネが谷隻、トネ、千くより、大きな艦艇が所属しておらず、両艦は、舞鶴戦艦とも呼ばれた。1940年、昭和15年3月下旬より、中国大陸沿岸での作戦に従事。11月1日、千く艦長、橋本慎太郎大佐は、 戦艦日光艦長へ転任。太平洋戦争前半の第3水雷戦隊司令官、冷凍機械戦時の第5戦隊司令官、戦艦特務艦摂津特務艦長。国連軍事大佐が千馬艦長に捕食され、伊崎俊治大佐、従順最上艦長が最上艦長と摂津特務艦長を兼務する。10月11日。 新鋭の最上型従順三席と、トネ型二席、熊野、鈴屋、最上、トネ、ちくまは、紀元2600年記念行事に伴う、紀元2600年特別観艦式に参加した。11月29日、第八戦隊司令官、後藤英二少将は、横須賀陳守夫婦となり、海軍省人事局長、伊藤誠一少将が、第八戦隊司令官となる。 1941年、昭和16年4月10日、海軍大学校長、名雲忠和中将が第一、航空艦隊司令長官に補職。伊藤誠一少将は、第八戦隊司令官から、連合艦隊参謀長、第一艦隊参謀長兼務へ転任。当時の連合艦隊司長官は、山本五十六大将。軍令部第一部長、宇垣きまと少将が、 伊藤の後任として、第八戦隊司令官となった。8月1日付で、伊藤誠一中将は、連合艦隊参謀長を免じられ、第八戦隊司令官、宇垣きと少将は、連合艦隊参謀長に転出。後任の第八戦隊司令官は、安倍高期少将となる。8月11日、小暮軍事大佐、千熊艦長は、 戦艦道の区艦長へ展示、海軍省教育局第二課長、小村慶三大佐が、千駒艦長、五代目として着任。千駒は小村艦長の下で、太平洋戦争に突入した。計画上は、水上偵察機6機搭載可能だったが、千駒での実験では三座推定4機、複座推定4機、計8機搭載、搭乗員の不足と奇数の不足から、 水上偵察機4隻、2座2機、3座2機に制限された。太平洋戦争初期は、第一航空艦隊、通称、ナグモ機動部隊に属し、1941年、昭和16年12月8日の真珠湾攻撃に参加。第一次攻撃隊に先駆けて、千区から零式水上偵察機、岡政治飛行兵総長が、発進て、オアフ島周辺を偵察。 午前3時8分、敵艦隊新珠湾にありり、新珠湾上空運航1700メートル、運量7、0308、新珠湾在白艦破船艦10、高順1、お津順1、新珠湾上空、風向80度、風速14メートルを発進した。日本への帰途中、第8戦隊、とねチク第2航空戦隊、司令官、山口多門少将、総留、 飛竜、第十七駆逐隊、第一小隊、谷風、浦風は、南雲機動部隊本隊から、分離、南洋部隊指揮官、井上成美第四艦隊司令長官、機関鹿島の指揮下に入り、ウェーク島第二次攻略戦に参加する。筑馬関西機は、敵上偵察、対戦警戒に活躍したが、一機が大破した。12月29日、 日本本土の柱島白地に帰投した。1942年、昭和17年1月10日、第2航空戦隊と共に、日本を出撃し15日に、トラック白地に着いた。同月24日のアンボン空襲や2月19日のポートダーウィン空襲を支援した。3月1日、クリスマス島付近で、米区地区間へサル、DD-219 イドソルと遭遇する。 姉妹艦トネや、第三戦隊の混合型戦艦2隻、比盟、霧島と共にエドサルを撃沈したが、約1時間半の放戦で36センチメートル、砲弾297発、20センチメートル砲弾844発を消費している。霧島、トネは、エドサルを、米軽巡マーブルヘッドと錯覚し、また比盟、ちくまは、敵艦が、駆逐艦であると見抜いたものの、 回避行動を行う相手に命中弾を得られなかった。四隻がエドサルを撃沈できたのは空母赤木、総流から発進した九十九式艦上爆撃機、計十七機が命中弾と資金弾を与え、エドサル撃沈のお膳立てをしたからである。また同日には、ジャワ島南南西二百海里地点で、オランダの貨物船、イモット用と八千トンと遭遇した。 まず第27駆逐隊の駆逐艦2隻、有明、夕暮れが砲撃を行ったが、なかなか撃沈できなかった。さらに、影楼型駆逐艦複数隻、知らぬ日、磯風も砲撃に加わった。すると、機関赤城の左舷後方にいた畜馬は独断で、砲撃を開始し、20センチメートル砲弾が赤城の頭上を飛び越えていった。長母長官は直ちに射撃中止命令を送ったが、 チクマは射撃停止までに、数正者を放ち、名モット用と、モットヨカードを撃沈している。3月4日、ジャバ島南岸チラチャップに接近、オランダの商船ウェンガの1万5000トンを、駆逐艦裏風、第17駆逐隊と共に撃沈した。当初チクマは、主砲の砲撃でエンガのを沈めようとしたが、鉄鋼弾を使用したため船体に穴を開けるのみであり、 魚雷を使用せざるを得なくなった。発射雷数一本。その後もチクマは、機動部隊の構成艦として転戦し、4月には、インド洋に進出し4月後から9日の、正論沖海戦に参加。4月23日に、マイズル機、マイズル海軍交渉で各部の修理を行う。5月16日、マイズル出港。柱島白地へ移動する。 1942年、昭和17年5月27日、柱島白地を出撃した。第8戦隊は、第1航空艦隊司令長官、名雲中将の指揮した、名雲機動部隊、第1航空戦隊、赤木、加賀、第2航空戦隊、飛龍、総龍、第3戦隊、春名、霧島、第8戦隊、ト根、ちくま、第10戦隊、機関、ながら、 第17駆逐隊、谷風、裏風、浜風、磯風,イソ風、第10駆逐隊、風雲、遊具も、剣雲、周雲。周雲,雲は燃料補給部隊護衛、第4駆逐隊、嵐、のわけ、萩風、舞風、として、ミッドウェイ海戦に参加する。6月5日、長雲機動部隊からは、K7 機の偵察機が発進予定であった、蓄間推定2機。 ト根推定2機、春名推定1機、赤城観光1機、加賀観光1機、ちく一1号機は午前1時35分に、ちく四4号機は午前1時38分に発進して、機動部隊北北東方面を策撃。このうちちく一1号機、機長、黒田新隊員、ちく飛行長、旧生都艦、海兵66機は、アメリカ軍機動部隊の上空を通過したが、 雲のため見逃している。また、アメリカ艦載機と接触しながら、これを報告しなかったこともアメリカ艦隊発見の遅れに直結し、敗因の一つになったと言われる。午前5時30分、トネ4号機がアメリカ軍機動部隊の存在を報告。午前6時38分に、チクマ5号機がトネ4号機と交代するため発信した。空母3隻、赤木、加賀、総流が、 アメリカ軍機動部隊から発信した SBD ドウントレス急降下爆撃機の奇襲攻撃で被弾炎上すると、チクマ5号機は空母飛竜の攻撃隊を誘導。米空母ヨークタウン、アセスヨークタウン、CV-5 の撃破に貢献したが、5号機は帰動せず行方不明となった。またチクマは、総流の被弾炎上を目撃し、小村、チクマ艦長は、進行のあった。 柳本隆作大佐、総流艦長。柳本は、小村の公認の中営部官を気遣い、地区のカッターボートを救援に派遣している。総流沈没時、第十七駆逐隊、第二小隊、浜風、磯風が乗組委員の救助を実施。地区が残したカッターボートは放棄されたが、定員8名は磯風に収容された。6月24日。 第八戦隊は、内地、大港に帰島。北方作戦を支援をする。7月14日、名雲忠和中将は、第三艦隊司令長官に捕食。三河郡一中将は、第八艦隊司令長官に、第八戦隊司令官。安倍高気少将は、第十一戦隊司令官へ転任。解体された第5航空戦隊司令官。 原忠和少将が第八戦隊司令官となる。また、搭載水上偵察機も三座推定に統一した。北方作戦支援を終えた第八戦隊、トネ、チクマは、葛島白地を経て、7月16日に舞鶴へ寄港。同地では、軽巡中や、駆逐艦複数席、王子を、薄雲等と共に、修理と整備に従事する。8月6日、 第8戦隊、トネ、チクマは、マイルを出発。新司令官を迎えた第8戦隊、トネ、チクマは、ガダルカナル島の戦いに伴う、第二次ソロモン海戦、1942年8月、南太平洋海戦、1942年10月に参加した。10月22日、チクマは、秋月型駆逐艦2番艦正月。 第61駆逐隊司令側満をサムジ大佐と共に、機動部隊から分離し南方で作敵を行うが、アメリカ艦隊を発見できず、本隊と合流した。南太平洋海戦では、前衛艦隊に所属し、機動部隊本隊の前方を進んだ。10月26日午前6時30分、第11戦隊司令官、安倍光貴少将、機関、比泳を、指揮官とする。 機動部隊前衛は、戦艦、比叡、霧島、従順、千馬、ト根、鈴屋、慶順、ながら、駆逐艦、谷風、浦風、磯風、周雲、風雲、剣雲、遊雲として行動。胴体は、千馬を先頭とした、単純人となり、深度九十度、速力三十ノット、各艦距離一万三千メートルで東方に、進撃していた。午前時に、 アメリカ軍偵察機が出現した。それ以降断続的に空襲を受け、午前7時26分以降、空母エンタープライズ、アセスエンタープライズ、CV-6 の SBD ドーントレスの急降下爆撃により、環境作業、手法式書、環境右限に爆弾が命中。広瀬正年中助、千熊副長、法術長、北山勝夫少佐、法術長、山口英二大尉。 水雷町、飛行町、斎藤一氏対等幹部多数が戦死、小村慶三大佐、艦長と、沖原秀也中佐、高会長も負傷。さらに資金弾により右玄関室に浸水して右玄に、傾斜、速力23ノットとなる。両艦と根はスコールに隠されたため、アメリカ軍機の攻撃を受けず、重傷を負った小村、艦長は、爆弾の配給も、 少しは公平にしてもらいたいと回想している。ちくの小村艦長は午前7時47分に酸素魚雷を投棄させたが、3分後、魚雷発射艦付近に直撃弾があった。酸素魚雷の誘爆という致命的事態は、免れるも艦載機が炎上、戦闘不能状態となる。午前8時35分、原忠和第8戦隊司令官は、第17駆逐隊、谷風、 裏風を護衛につけトラック開港を命令、三席、千熊、裏風、谷風は午前9時20分頃に前衛艦隊と分離して退避した。戦闘配食にコーンビーフが出たが戦死者の肉片が散乱し、食事どころではなかったという。正午過ぎ、B-17 爆撃奇数機の水平爆撃を受けるもアメリカ軍が 地区間の速力を課題に見積もったため命中しなかった。29日午前、トラック白地に到着。山本56海軍大将、連合艦隊司令長官が視察に訪れ、乗組員の労をいたわっている。この海戦で、乗組員937名の地区間は、副長、法術長、主計長を含む162名、883名中151名。 また、戦士192名、重軽傷95名ともの戦死者を出した。この後、南太平洋海戦で損傷した、空母二隻、昇格、随宝、従順二隻、熊野、千熊は、駆逐艦八隻、第四駆逐隊、嵐、野分け、第六十一駆逐隊、秋月、第十駆逐隊、周雲、第十七駆逐隊、裏風、谷風、磯風、 浜風に護衛されてない地へ、祈祷、11月6から7日に、それぞれの母校へ到着した。11月10日、小村慶三大佐、千熊艦長は、横須賀鎮守夫婦となり、大艦、12月5日より、戦艦不装艦長。翌年6月9日、戦艦武蔵艦長。またサボ島沖海戦で大破した、重巡洋艦青葉艦長級、総与根次郎大佐が、 戦艦長戸艦長へ展示、同海戦で沈没した従順古高艦長、荒木津隊大佐が、千熊艦長と青葉艦長を兼務する。12月31日、田原基地、友大佐が、青葉艦長及び慶順洋艦大淀義総院員長に、捕食、荒木大佐の職務は、千熊艦長のみとなる。百四十三年、昭和十八年一月二十日、重永主系大佐が、 千く艦長に任命される。荒木大佐、前千く艦長は、佐世保海軍港、ストム部長へ転任した、後日、ラバウル空襲で戦死した、中岡大佐の後任として、従順の後ご長。2月末に修理を完了し、トネに先駆けて、レーダーを装備し、過換パン幻想を閉鎖する、不沈対策を行った。同時期、両艦トネも内地に戻り、 クリア・マイズルで修理に従事する。3月15日、第8戦隊司令官は、原忠田田和中将から岸福次少将、第9戦隊司令官に交代。3月22日、第2航空戦隊司令官、角田各自少将式のもと、空母二隻巡洋、飛洋、第8戦隊、トネ、チク駆逐艦四隻夕暮れ、影楼、初月、両月は、 内地を出発3月27日にトラックへ到着した。4月18日、山本56連合艦隊司令長官が戦死、宇垣きまとい連合艦隊参謀長、元第8戦隊司令官が負傷する海軍港事件が起こった。公認の連合艦隊長官、小上内一大将の指揮した山本の遺骨を乗せた山和型戦艦二番艦武蔵が、 内地に帰投する。5月17日、戦艦3隻、武蔵、金剛、春名空母費用、従順2隻、利根地区駆逐艦5隻、第24駆逐隊、開封、第27駆逐隊、有明、しぐれ、第61駆逐隊、初月、両月はトラック白地を出発。5月22日、横須賀帰着、武蔵のみ、木更津沖入泊。 5月24日府で、地区水雷町は、高橋達彦大尉、後日、駆逐艦式並館長、同艦沈没時に、戦士から駆逐艦嵐水雷町等を歴任した田中一郎大尉に交代した。25日は、木更津沖に移動した。厚ッ島の戦いにより、北方作戦に備えたが、同等守備隊は5月29日に玉砕した。6月30日、 アメリカ軍は、ニュージョージア諸島のレンドバ島に上陸を開始する。続いて、ニュージョージア島にも上陸を観光し、ニュージョージア島の戦いが始まった。7月8日、第3艦隊司令長官、小沢寺三郎中将指揮下の空母4隻、隋閣、昇閣、隋鳳、沖鷹、水蒸気母艦日清、従順3隻、とね、チクマ、斎場。 軽巡洋艦2隻、大淀、阿賀野、駆逐艦部隊、第4駆逐隊、嵐、萩風、第17駆逐隊、磯風、第61駆逐隊、両月、諸月、遊具門型、玉葉は、内地を出撃。7月15日、トラック白地に到着。続いて、第8戦隊司令官、岸福寺少将指揮下の巡洋艦部隊、ト根、千熊。 最上、大淀及び、第十戦隊、阿賀野、磯風、嵐、萩風、諸月、両月は、ラバウルに進出。トネは、嵐、ちくは、萩風、大淀は、磯風に節減し、それぞれ補給を実施。準備完了後、第十戦隊司令官、大杉森和少将、萩風座城主下の四隻、水上規模艦日清、知らぬ日形三隻、萩風、 嵐、イソフーは、ラバウルを出撃、ブーゲンビル島の部員へと向かうが、部員直前で、アメリカ軍機70機上の攻撃を受け日清が、沈没した。この後、第四駆逐隊司令、杉浦義美重隊佐指揮木下の第四駆逐隊、ハ風・嵐のみ、ソロモン諸島に残ることになった、二隻は八月六日のベラワン野戦で沈没。タカン、トネ、チクマ、斎場。 アガノ、オ淀、ヨド、イソフ、両月、初月はトラックへ帰還した。以後は主に中部太平洋で行動した。10月16日、トネがタービンの機関故障で三軸運転となり、これに伴い第八戦隊機関となる。トネは本格的修理のため内地に向かった。11月1日、アメリカ軍がタロキ並先、ブンンビル島に上陸したことで、 ブーゲンビル島の戦いが正規。連合艦隊司令長官、小根一大将は、第一航空戦隊航空兵力、路合作戦参加に続いて、トラク白地所在の水上兵力主力を、南東方面部隊、指揮官、草勝富一中将に編入する。11月3日午前7時45分、遊撃部隊指揮官、第二艦隊司令長官、栗田武雄中将。 アタゴ座城指揮下の従順洋艦部隊、第四戦隊、アタゴ、高尾、マヤ、鳥海、第七戦隊、鈴谷、西城、第八戦隊、千熊、第二水雷戦隊、京準、野城、第三十二駆逐隊、玉葉、鈴波、藤,波,藤波,波、早波として、トラック白地を出撃。栗田艦隊は11月4日午前10時頃より、連合軍機による直接を受ける。 また、駆逐艦島風等が護衛していたタンカー日照丸がカビ園、ニューアイルランドと北方で空襲を受け損傷したため、栗田中将は艦隊より二隻、鳥海、鈴波を日照丸救援に派遣した。夜、夜間攻撃を受けるが、被害なし。11月5日朝6時、栗田艦隊、遊撃部隊はラバウル、ニューブリテン島に到着。 約2時間後の午前9時以降、米機動部隊による空襲を受け、栗田艦隊は、マヤ大破高校府の等の損害を受けた。地区は9時31分、右カ型パルト付近に、資金弾を受けた。軽傷3名、1番にお発射艦が、使用不能、若干の浸水という被害が発生したが、他の艦に比べて損害は軽かった。南東方面部隊は、ラバウル進出中の2隻。 鳥海、鈴波を含めて遊撃部隊のトラック白地起討を命令。11月7日以降、菊間以下従順部隊は全時、トラック白地に起討した。その後、菊間は、両艦と共に内南洋方面諸島を行動する。12月7日、駆逐艦三隻、第61駆逐隊、両月、初月、第17駆逐隊、谷風に護衛された、五海港部隊。 従順、ちく空母、随格はトラック白地を出発、谷風は途中で反転。12月12日、ちくまい価格間は、クレへ到着した。損傷の修理と並行して、トネで問題となったタービンの修理を行った。1944年、昭和19年1月1日、第8戦隊は、解体、8戦隊司令騎岸副次中将は、 軍令部出資。この再編によりトネ型重巡洋二隻トネ、チクマは最上型重巡洋艦で編成された第七、戦隊に編入される。当時の第七戦隊司令官は、西村昌二中将1月10日、チクマ艦長は、重英主系大佐から、ノリマンサイ寺大佐、海軍機雷学校教頭に交代。ノリマは、南太平洋海戦時の、 第61駆逐隊司令である。2月6日、昇格が空母2隻、昇格、随格は、巡洋艦2隻、ちくま、矢は及び、駆逐艦5隻、第61駆逐隊、諸月、若月、第10駆逐隊、周雲、風雲、朝雲と内地を出発。2月13日、シンガポール、リンガ白地に進出。3月上旬。 トネ型従順二隻、トネ、チクマは、南西方面艦隊所属の、第十六戦隊、司令官、ザコイン・ナオ・セイシ,ショーの指揮下に入り、従順三隻、アオバ、トネ、チクマで、インド洋における通商破壊活動を実施する。この時、撃沈した商船ビハール号捕虜の処遇に関し、戦後になり、問題が発生した、ビハール号事件。3月25日、 第7戦隊司令官は、西村昌司中将から白石一万高志少将に、交代、西村中将は9月10日より、第2戦隊司令官。本艦は3月から5月まで、インド洋で、通称破壊戦に従事した後、前日、機動部隊に所属し、マリアナ沖海戦、1944年6月に、参加した。本海戦で、前衛部隊、指揮官、 栗田武雄第二艦隊司令長官所属の各艦、第四戦隊、アタ高タ鳥海、マヤ、第一戦隊、司令官、宇垣、キ・マトイ・中将、ージョー・第三航空戦隊、チトセ・チヨダ・ズイ第七戦隊、第二水雷戦隊等が、小沢機動部隊本隊の攻撃隊を誤射する中、のりま、チク艦長は射撃命令を出さず、 ちくまは発砲しなかった。内地祈祷後、7月9日に出撃し、林河白地へ向かう。1944年、昭和19年9月10日、ちくま水雷町は、田中一郎大尉から、駆逐艦師水雷町や長波水雷町等を歴任した西村正直大尉に交代。後日、田中大尉、少佐は松形駆逐艦15番艦椿木委員長。 および初代駆逐艦長となった。10月15日、第7戦隊司令官、白石一万隆少将は、海軍中将に昇進。10月下旬、第7戦隊、熊野、鈴谷、ト根、千馬は、栗田艦隊、第1遊撃部隊に所属して、霊雄沖海戦に参加。まゆずみ春を、トネ艦長によれば、ノリマ、馬艦長は、作戦の失敗を予見して、 大た沈められることになると語ったという。ちくまは、水上偵察機5機を搭載し、策的任務に投入した。空襲直前には、搭載していた1号機と2号機を発進させている。10月25日、サマールと沖海戦において、第7戦隊各艦は、戦艦混合、従順羽黒、第5戦隊司令官橋本慎太郎少将機関と共に、 米語へ空母ガンビア米、アセスガンビア米、区部マイナス七十三島を砲撃した。海戦序盤、第七戦隊機関熊野が、ひこみなりして落語すると、ノリマン・チクマ艦長が、臨時に第七戦隊の指揮を取った。七戦隊司令部、白石中将、参謀ほかは、熊野から鈴谷に移動するが、同艦も被弾して、速力低下をきたす。この後、鈴谷は、 酸素魚雷の誘爆により沈没した。ガンビア米の艦長の証言によると、最初の着弾があったのが0820ご零0850ごろにガンビア米の破棄を決定、0910ごろにガンビア米は沈没した。またガンビア米のベテラン乗組員の証言によると、ガンビア米は最後尾に置かれ戦艦及び従順からの直撃弾を繰り返し、あび0907に沈没したと。 述べられている。ガンビア米は戦艦及び従順の砲撃によって全部機関室に浸水が発生しエンジン一機を失い最終的に6隻の従順洋艦が距離2000ヤード約1 8 2 8 8トルまで接近し8日中からの約20発の砲撃を浴びせガンビア米は沈没したとされている。だが追撃戦中の時分頃 チクマは、アメリカ関西機により、魚雷一本を完備に受けて火災が発生した。護衛空母、ナトマベから発信した、TBF アベンジャーによる雷撃である本艦は、火事故障と、速力低下のため、クリタ艦隊より取り残されて、落語、応急修理を実施した、トネは、ハグロに続行。10時20分頃から再び、アメリカ軍機の空襲を受ける。生存者の証言によれば、 弾薬が尽きて演習弾で応戦をするものの、午後4時頃に、艦中央部に、複数の命中弾を受ける。左舷に傾斜し、総引退艦が発令された。ちくは、その後、警戒艦に指定された、駆逐艦の分け、第四駆逐隊により来撃処分された。海面を漂っていた、ちく生存者は120名余りがのわけに、救助されたが、のわけも、その晩に、 アメリカ艦隊に捕捉され撃沈れた。野分けに救助されなかった短期限役士官のみ、3日間の漂流の後にアメリカ海軍に救助され、戦後日本に帰還した。千く野分けの生存者は、千く航空機搭乗員を除けば1名のみであった。千く搭載偵察機は2機が未帰還機となり、2機が富士、岸て失われ、1機が稼働状態にあった。また従順長海も、 航行不能となった後、駆逐艦藤波第32駆逐隊に処分された。だが、藤波も戦場離脱中に撃沈され、町会の陸民ごと全滅した。11月21日、第7戦隊は解体された白石司令官は軍令部出資。残存していた十順二隻、熊野、利根は第5戦隊、病光、ハグロに編入された。 ちくまが所属していた舞鶴人寿府、舞鶴海軍交渉では、単幹で寄稿したトネを見て、ちくまの沈没を悟ったという。1945年、昭和20年4月20日、ちくまは海軍から除籍された。ちくまの慰霊碑は、鎌倉市に建立されたが、1979年、昭和54年11月11日には、母校の舞鶴に軍艦トネ、 地区米礼品が混流された。トネ型重巡洋艦は海戦の時点で最新鋭巡洋艦であり、戦没まで大規模な改装はなかった。しかしながら、戦時中には戦艦により、レーダー、電探の装備と対空機銃の装備を実施している。以下に、その変遷を記述するが、いずれも推定であることに注意されたいところ。冷凍機械戦時。 最終時の地区間の基準とレーダー、電端は、と推定される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。